さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々は元気です。元気です。さあ今回ですね最初にご紹介する企業様、髪の毛です。何笑ってんだ。髪の毛、はい、髪の毛、髪のお話なんです。まだギリギリありますよ。はい、すいません。あやのちゃんはやっぱりこう女性はね、はい、髪の毛大事ですよね。そうですね、女の命とも言いますしね、うん、はい、素晴らしいね、はい、もちろん男性にとっても大事ですよね。早く紹介して、はい、いやこういう話じゃなくて、うん、本当に真面目に取り組んでいらっしゃる企業様なのでご紹介したいと思うんですけれども、うん、今回まずご紹介するのは創立以来80年美容用の男性かつらや女性かつらの製造販売、さらに医療用の揮発製造販売をしています、こちらの企業様です。こちらの企業です。私たちにとって若さや健康の象徴であり、生涯を通して保ちたい魅力の一つとして豊かな髪の存在は常にあり続けてきた。しかし治療の結果自分の髪を失ってしまうケースなど、時に人々を悩ます原因ともなり、その問題の解決は長く求められていた。そんな時ある一本の電話がその後の事業に大きな変化を与えることとなる。それは治療の影響で脱毛に悩む多くのがん患者を救うための依頼だった。求められたニーズに驚きと感動、そして笑顔を届けたい。その長い歴史で培ったカツラの知識と細やかな心配り、そして絶え間ぬ開発努力を重ねることで誰もが望む新しい製品の提供を実現させた男がここにいる。株式会社東京技髪整形代表取締役中山雅史。ウィッグな帽子をはじめとする年齢性別にとらわれないスタイルで全国の髪の悩みに真摯に応え続け、納品からカット、さらにはアフターケアまで製品価格サービスの面で一人一人に寄り添ったビジネスを展開し続けている。今回は創業88年目を迎え、さらに変革を目指す中山雅史をスタジオに招き詳しく話を聞いた。でも東京技髪整形さんってかなり歴史が古いんですよね。はい、うん、私ども1928年創業で今年88年目を迎えます。もともとは日本髪やあとお嫁さんかぶるような高島田のようなものを作っておりました、うん、ここから今は医療用を手掛けてらっしゃる、はい、そうですね、はい、約80年前ぐらいから医療用は医療用のカツラを生産しております。で東京技髪整形さんは入谷に、はいはい、会社が入谷は浅草にも近く、うん、私ども地元の根岸は昔下流会がいい、あの多くの芸者さん、あと芸能関係者の方の日本髪のカツラを作るお店が多かったということですね。はい、また近くにはあの王子神社という神社がありまして、はい、そこの境内の中にあの関神社というものがあり、うん、髪の毛の神社として多くの業界の関係者の信仰を集めていると、そういう土地柄日本髪やカツラを作るお店が多かったようです。はい、長い歴史を持つこの事業で従来のカツラだけではなく医療用のカツラを作ることになったきっかけを改めて中山に聞いた。昔ですね、皮膚科や形成外科の医師から病気で怪我やけどなどで頭髪を失った方の補填物としてのカツラを作ってもらいたいという依頼がありまして、以来私ども一緒に共同開発をしております。違いますか。全然こうなんていうんですか、飾りのためのカツラと病気された方で技髪として作る時って、そうですね、特にあの技髪なんかをしている方は他人にバレちゃいけない、分かっちゃいけないということがありまして、そういうことでやっぱ自然なものを作らなくちゃいけないというのがあります。こういう進化っていうのもどん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 新しいこう研究を重ねての、そうです ね、はい、ね、より自然なものを作る、自然なものをね、はいはい、大変ですよね、はい、でもね求められるものがレベルが高くなるからな、はいですね、これなんかだって本当に自然です、はい、そうですね、はい、これは本当にやけどした方などがこのした部分だけを補填物として作っている部分的なものなんですけど、ね、あ、そうか、はい、そこだけ隠せるようにっていう、はい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 、これはすごく本当にナチュラルな髪の毛ですけど、これはどうやって、
これはあの私どもあの人毛を使っております。あ、そうだね、はい、これどう見て もう普通のねあれですよね、はい、こういうのって作るのってどうやって作るんですか？手で作るんですか？はい、あの一本一本あの熟練した技術者があの一本一本毛を結んでいくという作業を繰り返します。こうイメージなんですけど、はい、かつらって高そうとか扱いが大変そうとか、うん、実際つけた時にイメージがあるんですけど、はい、どうですか？今のかつらある程度扱いやすくなっておりますけれども、うん、まず値段が高いっていうのは確かです、うん、数万円するものから数十万円もするようなものもあります、うんうん、そうか、まあ、そうやってかつらを制作していく中でターニングポイントがあったと伺ったんですが、はいはい、ある日のことですけど、あの国立がんセンター中央病院のアピアランスセンターの野沢先生という方から一本の電話を私どもいただきました、はい、抗がん剤治療によって脱毛した患者さんが、本当に安心して使える製品を作ってもらいたい、研究をしてもらいたいという依頼を受け、私どもすぐに先生のところにお話を聞きに行きました、はい、まずあの治療によって脱毛した患者さんが自分の頭をカバーする方法として一番多いのがこのような帽子をかぶる方が非常に多いです、うん、まずこのような帽子をかぶる、はいはい、この帽子はあの非常に手軽にあの手に入りますし、うん、頭のカバーにもなります、うん、しかし患者さんの中にはこの帽子をかぶっていると、うん、逆に、自分が病気だってことを分かってしまうという心配をしている方が多いようです。患者さんによってはあの自分のご家族ご友人にも隠している、また心配させちゃいけないという思いから隠している方がもう少なくありません。ですからこの帽子をかぶっていると病気に見られるということはすごく患者さんにとって不安なんですね、はい、もう一つのカバーの仕方としまして私もこういう医療用ウィッグ、従来作っている医療用ウィッグを使用なされている方もすごく多いです。この医療、はい、これウィッグなんですか？はい、これが医療用ウィッグですね。もうかわいい、もう全部だな、はい、分かったな、はい、そうですね。この医療用ウィッグをかぶればまず他人に分かることはない、はい、心配ありません。バレることはないということで心配がありません。そしてまた脱毛をする前の自分の髪型は再現できますので、うん、患者さんすごく安心なんですね。しかしあのこれ長くかぶってますと、うん、どうしても締め付けがあったり重い、うん、そして暑い、うん、夏場は特に暑いという不快に思っている患者さんもすごく多いんですね、うん、で特に患者さんは治療中は体調がすごく優れないので、うん、この不快な思いと重なると治療の妨げになるのではないかと、うん、そしてこの、医療用ウィッグですけれども、うん、数万円するものから数十万円もするような高価なものまでありますので、治療中っていうのはすごくお金が、治療費ですごくお金がかかりますよね、はい、でまたこのカツラを買うとなると患者さんにとっても経済的な負担がすごく大きいんですね、うんうん、でそんな話をあの野沢先生からお聞きして、はい、だったら私の方で何かやれることないかと、うんうん、本当に患者さんが安心して、うん、お使いいただける製品が作れないかということで、あのかぶった感じが帽子のような、はい、のように簡単にかぶれる、はい、なんだけど外から見たらヘアスタイルに見える、そんな魔法のような帽子の開発を私どもはスタートさせました。帽子っていう概念でいいんだっていうのがちょっと驚きです。あ、そうか、あ、そうですね、うん、はい、あの本当に今回は帽子の手軽に購入できること、うん、それでかぶれること、でもう一つはウィッグのようなヘアスタイルがちゃんとあること、うん、この2つをのいいところを取った全く新しい発想からできた、うん、帽子ですね、うん、髪型も作れるんだ。はい、これが今回、まあ、まさにこれ、はい、私どもが開発したのがこの帽子です。帽子なんですか？綺麗だね。どう違いますか、中とか。これもう、うん、中がかあの被った感じが本当に帽子なんですね。あ、本当だ、はい、はい、で肌触りもすごく素晴らしいですし、です、ね、まず軽さ、軽いよ、カールもかかってて、そうなんですよ、はい、ヘアスタイルもちゃんとしてて、はい、おしゃれなね。自分でやるより綺麗に整われてますもんね。これご自宅で洗えたりとかもするんですか？はい、あの普通に洗えます。従来のものがどちらですか？はい、がこれか。なんかちょっと重さとか比べられたらなと。ちょっと持っていただけると分かります。うん、どうですか？はあ、もう全然違う。全然違います。全然違いし、こっちはもうなんかすごく柔軟性があるしさ。うん、ここもまあ柔軟性ないことないんだけども。はいはい、まあ
ちょっと硬いっていうかでもでもいい、はい、これ作るのに時間かかりますよね。そうですね、私どもの技術でこれは一本一本植えていくという技術を取りますので約1ヶ月、はい、手作業で1ヶ月、はい、1ヶ月から1ヶ月半熟練した技術者が作って毎日ね、はい、大変。そりゃそうだ、こんだけの本数だよ。今この髪型短いの持ってきていただきましたけど、はい、いろんなヘアスタイル可能なんですか？今どうしても 65g ということにこだわりまして、はい、このヘアスタイル一つだけの販売となっております。いやでもこれからどんどんまたさらに研究を重ねれば、はい、いろんな髪型も、そうですね、あの色だとかヘアスタイルなども研究していきたいなと思っております。今回この色はですね、 特にあの患者さんがあのどうしても治療中で顔色が優れないということで、うん、顔色が良くなるような色を私ども開発して、うん、実際どうですか、患者様からはどんなお声がありました？すごくあの販売してこれが売れるかどうかって半信半疑の方もいましたけれども、うん、まあ、今回がんセンターとの共同研究で多くの患者さんにモニターとしてテストしてもらったんですね、はい、で最終的にこれだったら私も欲しいっていう声があって、うん、ある程度私とも自信があって、発売したんですけれども、うん、まあ、これだけ売れるとは思ってませんでしたけど、うん、はい、それとまた販売した後は実際に使用なさったお客様から感謝のお手紙なども、たくさんいただいております、うん、具体的にどれぐらい売れたんですか？はい、約1年間半なんですけれども、はい、7000個ほど売れました、はい、で今回国立がんセンターの野沢先生から2つの条件をいただいたんですね、うん、はいはい、まず1つはこの帽子の重さを 65g にするっていうことなんですね、うん、でこの 65g っていうのは大体大きいスカーフ、はい、あとハンドタオル1枚の重さと同じです。でもう1つの条件はなるべく多くの方が購入できるように使用できますように販売価格を1万5000円にするということをが条件だったんですね。さっき聞いた価格と違いますね、全然、はい、でその2つの条件をクリアするために、はい、私ども特殊な軽い人工毛髪を開発したり、はい、あとこれを機械化することが今回開発の一つのポイントとなりまして、はい、量産できたと、それで作れた、はい、それでコストを、ね、抑えることができたと。大変だったんじゃないですか？そうですね、当初もう生産が追いつかなくて、はい、発売した8月は2000個以上の注文をいただいたんですけれども生産が追いつかず600ぐらいしか出荷できなかったっていうのが現状でした。そしてお手紙も今日お持ちいただきましたが、はい、はい、うん、これはお礼の手紙ですね。そうですね、あそっか、軽やかな気分にさせていただきました、はい、かぶることによって外前に出れたとか、はい、ご無理を申し上げてすいませんって書いてあるなかなかいろいろ言ってきたのかな。いや生産が追いつかなくてどうしても早く欲しいっていうお患者さんが多かったもんで。日本で一番信頼できるかつらメーカーを理念に、時代とともに変化するニーズを見極め、一人一人に合ったサービスを提供し続ける中山雅史。そんな男が掲げる今後の展望とは。まあ、今回このウィッグな帽子は、うん、ヒット商品になりましたけれども、うん、私どもこれが完璧だとはまだ思っておりません。で今後はもうすでにスタートしているんですけれども、医療用ウィッグのレンタルなどにも力を入れて、1日あたりでお貸しすると、うん、治療の間だけウィッグをお貸しする、うん、そうすることによって、患者さんの経済的な負担だともなりませんので、はい、そういうことも、にも力を入れながら、より患者さんが安心して使える製品のものづくりをしていきたいなと思っております。最後になりますけれども、うん、はい、中山さんの格言をお伺いしてお別れとしたいと思います、はい、私の格言としましては、なせばなるというのが格言で、まあ、強い、何事も強い意志を持ってやれば、結果は出てくるのではないかと私は信じております。なせばなる、はい、ね、本当に、まあ、ますますいい商品の開発と、うん、ね、みんなの心を救っていただければと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに、販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか？販売後も経営支援をする。エストラボ。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア。
眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。様々な商品やサービスを本気でプロデュース、我々ナイツがあなたのご依頼に全力でぶつかります。どんな商品も必ずヒットさせます。毎週金曜夜10時30分はナイツのヒット商品会議室。ビジネスブックコレクション。会社という組織の中で心の病が目立つようになったのはいつ頃からでしょうか。会社の規模にかかわらず心身の不調を訴える人が後を絶ちません。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、仕事で心が折れそうになったら読む本。この本を書いたのはYS メンタルヘルス株式会社会長の佐藤康幸さん。15万人のメンタルケアに関わってきた佐藤さんが解説する心の病の防ぎ方を教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。